どうもこんにちは、今回はですね、普段とは、ね、違うところから動画を撮ってます。ここはですね、実家なんですけども、うちのね父親の趣味でこんな感じの部屋になっております。ここはですねガレージなんですけども、乗ってない車とかですね、もうとにかく趣味のものに囲まれているというような部屋になってます。まあ、今回の動画なんですけれども、ご報告というかですね、6月になりました。今年の2月ぐらいからですかね、コロナ問題というのが出てきまして、まだですねコロナ問題というものは確実に収束はしてないんですけれども、緊急事態宣言が解かれまして、わりかしですね出かけることができるようになってきたんじゃないかなと思います。そこでですね、このチャンネルではですねキャンプに行ったりとか、そういったお出かけ動画ですよね、そういったものを自粛してたんですけれども、6月に入ったこのタイミングでですね、自粛を解除いたしまして、県内、山口県の中ではあるんですけれども、少しずつですね外に出ていこうかなと思ってます。まあ、やっぱりですね、外に自由に出歩けないという地域があることは重々承知してるんですけども、自粛がね解除できるところはどんどん解除していって、今度はねそういったところにお金を使ったりとか、そういったところでどんどん楽しんだりとかっていうのも必要なんじゃないかなと思ってます。3月の時点でおそらくこれは夏ぐらいまでは自粛しないといけないのかなと思ってたんですけれども、まあ一応になるんでしょうね、一応その緊急事態宣言が解かれまして、山口県のお隣のですね北九州市とかっていうのはちょっと第2波来てるんじゃないかみたいな話もあるんですが、山口県のですね今までお世話になってたとことかですね、まあ、特に小鳥の森キャンプ場とかですね、もうああいった感じでですね、停電後に、新たな人生として始めてるキャンプ場みたいなところはですね、僕はできるだけ末永く営業してほしいなと思ってますので、そういったところにねどんどん、遊びに行こうかなと思ってます。まあ、遊びに行くというよりかはですね、動画を撮影させてもらいに行くっていう方が正しいんですけども、まあまあちょっとずつそういったところに行ったりとか、まだ山口県の中でもですね行ったことがないキャンプ場っていうのもやっぱりありますので、県内から動画撮影を再開したいなと思います。6月の半ばぐらいになればですね、他県への移動っていうのもわりかし自由になるのかもしれないんですが、ちょっとまだその辺はねわからないので、まずは、県内ということで、活動を再開したいなと思っております。で、先日ですね動画で、4種類のものの中から、何を買ったらいいでしょうかという動画をアップしました。コメントいただいた方ありがとうございました。で、その中でですね椅子、コット、タープ、ランタンとということでこの4種類を挙げさせていただいたんですけれども、まずはですねランタンは、SP260 を買うことにしました。で、次にですねタープに関してはユニジアのものを購入することにしました。で、この ST260 とユニジアのものは、今現在ね家にあります。あとは動画を撮るだけという感じなんですけども、これはねちょっと早く使ってみたくてうずうずしてるところです。で、椅子に関してはですね YouTube の動画と、あとは Twitter のアンケート、それらを集計したところですね YouTube を見てる方は、フィールドアのクラシックチェア、こちらを見てみたいという意見が多かったです。で、ツイッターの方はですね、逆に360度の椅子の方を見てみたいという意見が多かったんですけれども、まあ、とりあえずはですね、YouTube でまず最初に動画を上げたということで、フィールドアのクラシックチェア、こちらを試してみたいなと思っております。で、コットに関してはですねクオルツのツーウェイコット、こちらを試してみようと思っております。で、まあ、この2つの製品っていうのはですね、まあ、値段も結構いい値段するのですぐには買えないんですけれども、まあ、6月中にですねどちらかは購入したいなと思ってます。で、今月6月から活動再開するということでですね、早くもですねおじキャンやりませんかっていうお話が、サナさんの方から来ましたので、そちらもね参加したいなと思ってます。まあ、やっぱりですねグループキャンプになるので、ちょっとね心配される方もいるかもしれないんですけれども、もともとですね、おじさん3人が集まってやってるので密集は別にしないんですよね。最初からある程度距離がある状態でやってるので、まあ、その辺は心配しなくてもいいのかなと思ってます。
まあ、僕としてはですね、山口県というよりかは、小鳥の森キャンプ場ですね、散々ねお世話になっているところなので、同じ山口県の中でですね、行ける方はぜひ、小鳥の森キャンプ場に行っていただきたいという気持ちもあったりしますので、まあ、そういった動画をですねどんどん撮っていくとは思うんですが、ご理解いただければなと思います。ということでですね、この2ヶ月半ぐらいですかね、3月、4月、5月と、ちょっとねこういったアウトドア系チャンネルにとってはなかなか難しい日々が続いてたんですけれども、まあ、緊急事態宣言が解かれてですね、やっと外に出れるっていうのは嬉しいですし、この2ヶ月半ぐらいの間ですね、まあ、こういったチャンネルにもかかわらず見ていただいた方がたくさんいたりとかですね、自分自身も、まあ、そういうことができない制約の中で、外に出ずにね、自分の信念を貫いて動画が作れたっていうのは、自分にとってはすごく良かったというか、まあ、ちょっと表現しづらいんですけども、ちょっとね自信になったなという感じがしてます。この2ヶ月半ぐらいの間ですね、このチャンネルを見ていただいた方ありがとうございました。これからもですね、頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで今回は、ご報告ではないんですけれども、今月からですね、少しずつ活動を再開していきますよというご連絡でした。それでは。